バリアケ海エイリアンエナジー。エイリアンエナジー、いただきます。はい、いらっしゃいませ。サウンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまここサウンロードシティ店とですね、免田店におきましてはこちら九州各地の地サイダーご準備いたしておりますよ。はい、ということでこちらですね、九州沖縄各地の地サイダー全15種類ご準備いたしておりますよ。もう九州全県ですね、高知、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄のね、九州沖縄全県のね、こちらの地サイダーご準備いたしております。こちら15種類あるんですけどもね、私こちら15種類全部飲みましたよね。 TikTok や YouTube ショート、またや Instagram のね、あのストーリーズ、こちらでね、もう毎日毎朝ですね、大体4本ねデビューしておりましたけどもね。ということでね、こちら全15種類のですね、レビューご覧いただこうと思います。チャンネル登録してね。福岡あまおうサイダー、福岡あまおうサイダー、香りがね、もうすっごいいちごの香りが漂うんですよね。いただきます。わー、おー、すごい。このいちごの甘酸っぱさ、この甘酸っぱさがきちんと楽しめるサイダーですね。うわ、これなんかすごい。佐賀天山サイダー、佐賀天山サイダー、佐賀県にございます天山山系、こちらの名水とですね、また佐賀県産のすだち、こちら果汁を使いましたサイダーですよ。いただきます。わあ、このすっきりとした飲み心地にね、このすだちの酸味が後味にバッとくるんですよね。これ爽やかだな。佐賀スワンサイダー、佐賀スワンサイダー、このレトロチックなラベルがまたいい味出してますよね。いただきます。あ、このすっきりとした飲み心地に爽やかな甘さ、これがもう暑い日にはめっちゃ飲みたくなる味ですね。これよ。佐賀金星サイダー、佐賀金星サイダー、見た目がねお酒みたいですけどもサイダーですよ。いただきます。すっきりとした飲み心地にね、砂糖のまろやかな甘さで、全体的な味わいがね丸いんですよね。尖ってなくて丸いんでね、これいいよ。長崎カステイラサイダー、長崎カステイラサイダー、香りがねもうほんとカステラなんですよね。いただきます。あー後味がほんとカステラですね。面白い。長崎万歳サイダー、長崎万歳サイダー、こちら1904年から約15年間ですね、長崎でアメリカ人が生産して販売したサイダーをですね復刻した商品なんですよ。いただきます。うわ、このすっきりとした飲み心地にね、砂糖の甘さが感じられますね。この爽やかな甘さ最高ですね。長崎雲仙レモネード、長崎雲仙レモネード、明治時代から昭和初期にかけまして外国人の避暑地として栄えました。長崎県は雲仙温泉、ここでね外国人に親しまれてましたレモネード、こちらの復刻版となります。いただきます。わあ、なんこれ、すごい。あんならレモネードってありますよね、このレモンのね爽やかな酸味が口の中にふわーっと広がっていきますね。またこの優しい甘さ、これたまらん、最高よ。大分カボスサイダー、大分カボスサイダー、いただきます。
わあ、このカボスのね爽やかな香りと酸味が口の中にふわーっと広がっていきますね。暑い日にはこの酸味たまらず最高ですよ。熊本スイカサイダー、熊本スイカサイダー、香りはねスイカなんですけども、なんかスイカにね蜂蜜をかけたような香りですね。いただきます。これほんとスイカですね。なんかシュワシュワするスイカのあの汁って感じですね。スイカ感すごいよ。宮崎日向夏地サイダー、宮崎日向夏地サイダー、香りがねあの柑橘の爽やかな香りがするんですよ。いただきます。わあ、この日向夏のねあの酸味が口の中にふわーっと広がっていきますね。うわ、これほんと後味が日向夏食べた後味そっくりですね。宮崎マンゴー地サイダー、宮崎マンゴー地サイダー、香りがねあのマンゴーの甘い香りがするんですよね。いただきます。うわすごい、なんかねマンゴーを食べてるような感じですね。すごいな。鹿児島イブスキサイダー、鹿児島イブスキサイダー、イブスキと言いましたら温泉もなんですけれども、東泉郷のそうめん流し有名ですよね。この東泉郷のね湧水を使用したサイダーですよ。いただきます。このシュワシュワとくる舌に刺激、またねこのすっきりとした飲み心地、これ暑い日に飲むと最高ですよ。鹿児島屋久島炭酸サイダー、鹿児島屋久島炭酸サイダー、柑橘の爽やかな香りが広がっていきますよ。いただきます。わあ、このね柑橘の甘酸っぱさが口の中にふわーっと広がっていきますね。なんかこの柑橘を食べた後味がね舌の上に残るんですよね。これいいですよ。沖縄塩&パインサイダー、沖縄塩&パインサイダー、パインの香りがすごいですよ。いただきます。あー、うわすごっ、これ口の中がパインパインパインしますよ。これパインものすごいですよ。有明海エイリアンエナジー、エイリアンエナジー、こちら福岡県と佐賀県にまたがります有明海の干潟、ここにねこのイラストにあるようなエイリアンみたいな魚ワラスボがいるんですけど、このワラスボのエキスが入ったサイダーです。香りはねあのデカビタに近いような香りですね。いただきます。味はねそのデカビタにねあのハワイアンブルー、かき氷にかけるシロップのハワイアンブルーを足したような味わいですね。けど喉の奥が変わってきますよ。チャンネル登録してね。はい、ということで、ただいま三度と七点および麺立てにおきまして、九州各地の地サイダーご準備いたしておりますよ。暑い日にはねこのキンキンに冷えたサイダーも最高ですよ。ぜひですね、この夏、お好みの地サイダー探してみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。私ね、先ほども申しましたようにこちら、毎朝ね、4本ぐらい飲んでたんですよね。4本飲んでレビューしてたんですけども、これきつかったですね、意外と。ね、食べるより飲む方がきついなって感じだったですね。もう毎朝4本かなりきつかったですね。でもね、どれもね、すっきりとした飲み心地だったんでね、もう4本いけたんですけどもね。ということで、よろしければ地サイダーね、お試しいただければと思います。こちら砂糖が使われておりますね。すっきりとした飲み心地です。たまらず最高ですよ。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。
よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それでは、だんだんな。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。てか絶対チャンネル登録してよね。それでは、だんだんなー。